映像に出てきた7月とか8月というのはですね、2007年に工事が始まって強行された時期ですね。そして住民に県民に何の説明もなく7月の初日から工事を強行して、私たちはそこに結集して、何の工事なんだ、どういう工事をするんだ、説明をしろということを言ってきたはずなんですね。だから再三説明をしろという声が後ろから飛んだじゃないですか。皆さん、そういう説明に答えないで、公務執行妨害だ、公務執行妨害だという声が飛んで、それを今証拠として援用して出すという、県民や国、あの国民にはですね、国がやることには一切抵抗してはならないというふうな認識がなければ、今日のような発言にならないはずです。今日弁護団が出したように、オスプレイが飛んでくる、来年にもオスプレイが普天間で配備されて高江の上空飛び交うかもしれない、そんな話は一個も説明をしてない、何の説明もしないで工事を強行して、そして国がやるものについて執行妨害だという、そういうふうな強権でもって仕事を進める、裁判を進める、このことがもうありありと今日証明されているはず。私はそのことをですね、やっぱりしっかりとついて、今日証拠とされたものについてはですね、あの時私たちは何の向上するんだ、私たちは被害を受けるものとして説明を受ける権利があるはず、あなた方はその責務があるはずだということを言い続けてきたんじゃなかったんですか。皆さん、そういうことを一切ですね言わさない、国がやるものとして文句言うなと、こればっかです。ぜひ今日の資料というものをしっかりと見届けながらですね、私たちがあの2007年の7月8月に何があったかということを反論していこうじゃないですか。ぜひそのことを通じながら県民に訴えてですね、この無謀極まりない強権発動の基地建設というものの不当性をしっかり訴えて裁判で勝利しましょう。必ずこんなのも話にならない、打ち勝ってですね、ヘリパッド建設のものを止めることができるはず、まあ、そのように確信をいたします。感想を言います。あれが証拠って全然意味が分かりませんでした。私たちから見ると、国の不当性を証明している映像だとしか思いませんでした。でそれがどうして住民が罪になる証拠になるのかさっぱり分かりません。ただそういうことを罪ということにして、本当にお二人が被告席に座らされてるっていうことに対して ものすごく腹が立ちます。辺野古もそうですけど、高江も、私たちはただ静かに普通の暮らしをしたいと言ってるだけで、何も特別な、何が欲しいとかあれが欲しいとか、なんとかさんみたいなことは言ってるわけじゃないですよね。それがなんで罪になるのか、本当にこの裁判は裁判長が普通のまともな感覚を持っている方であれば必ず勝利すると思います。そうしなければ私たちの未来はないです。みんなで頑張りましょう。本当によくわからない、映像で、もう本当に